阿蘇市道カリオ観戦は、熊本県阿蘇市を通る市道である。カリオの坂、カリオ峠とも呼ばれる。阿蘇山の外輪山を通過し、断崖絶壁を縫うルートは2013年頃より、続称、ラピュタの道、天空の道とも呼ばれるようになり観光スポットとして広く知られるようになった。熊本地震により、多数箇所で道路が寸断され、2016年4月より通行止めとなり、 復旧費用が高額となるために廃止が検討されている。続称、ラピュタの道。正面が阿蘇カルデラの中央加工級。元々は、阿蘇山の外輪山と阿蘇谷を結ぶ、牧草の運搬を目的に整備された農道だったが、1984年に当時の阿蘇町が町道として認定した。阿蘇山のカルデラをうんが覆うと、 カリオ観線は雲に浮かぶ島のように見えるため、宮崎駿原作のアニメ映画、天空の城ラピュタの舞台となる伝説の城を放出させるとして人気が高まった。地元自治体もツーリングマップに掲載するなど、広報活動に努めた。ツーリングコースやサイクリングコースとしても高い人気がある。サイクリング専門誌にも掲載され、ブルベのコースにも設定されたことがある。 平均勾配は8.1%、獲得標高は457メートル。テレビ番組でも、奇跡の巨大杉、ミルクロードの大草原などとともに、阿蘇の神秘の絶景ベスト3に選ばれた。4トン以上の車両は進入禁止。ルート中の標高600メートルの地点には、筒子の名所として知られる、長寿が丘公園がある。道幅は狭く、ルートも蛇行しており、 乗用車の離合は困難である。駐車場もなく、少し離れた場所に車両を7台程度が停車できる、空き地があるのみである。地元の人々が景観を守り続けてきたが、2013年頃より、急激に観光客が増え、違法駐車や放置ゴミ、騒音などが問題になった。2014年には、濃厚車優先や、駐停車禁止を呼びかける建看板も設置された。 夜明け前からバイクのエンジン音がとどろき睡眠妨害の苦情もある。5月の連休には200から300台の車両が集まり、地元の市政報告会では、仮用感染を車両通行禁止にするよう求める声も上がっている。熊本市議会も本来は地元住民の農道であるとして、駐車場整備などの対策を検討するとしていた。観光資源として期待する声もあるが、 麻生市には安全面での懸念も数多く寄せられている。2013年10月、麻生市は路面も荒廃しており、落石の危険もあることより、国の補助事業費を使って、舗装や斜面を整備する方針とした。しかし、仮に路面整備をしても押し寄せる観光客に対応する許容力はないと疑問視する意見もある。豪雨災害等により、たびたび通行止めとなっている。 2012年7月の平成24年7月、九州北部豪雨や2014年の豪雨でも土砂崩れのために当分の間通行禁止になった。2016年4月14日からの熊本地震では山腹崩壊や路面の亀裂が合計31カ所で発生した。復旧には工事用の道路の新設などを含め100億円以上が必要とされ、 国の激甚災害の適用を受けてもなお数十億円の市の負担が発生するとされた。また同線は地震以前よりたびたびの災害に見舞われており、補修しても継続的な事業費の支出が継続することは不回避であると予想され、将来的な市の財政負担を軽減することも考慮された結果、全面的な復旧は断念された。ふもとから 長寿が丘公園までの 2km は熊本県が平成30年後に復旧工事を行い通行できるようになる見通し。ありがとうございます。